モンテアルバン遺跡の中央広場。手前に見えるのは天文台に使用された建造物 J。モンテアルバン遺跡中央広場南東方向から見た神殿システム M。オアハカ州はメキシコが死州国の州の一つ。州とはオアハカ。オアハカ州は93,952平方キロメートルでメキシコで5番目に大きな面積を持つ州である。 2010年国勢調査で州の人口は380万1871人。テワンテペ,ペク地境の南西に位置し、太平洋岸に面した山ガチナ州である。西側にゲレーロ州、北西にプエブラ州、東にチアパス州、北にベラクルス州と境界を接する。オアハカは歴史的にサポテカ文化やミシュテカ文化の繁栄した土地であった。 アステカ人が1436年に侵入するまでは、この地方で最も強力かつ影響力があったのは、サポテ家族とミシュテ家族とミヘイ族であった。オアハカには、モンテアルバンやミトラなどの重要な祭祀センターが築かれた。900年頃モンテアルバンは衰退し、1300年頃になると、ミシュテカ人の小王国がオアハカに分立するようになる。 サポテ家族やミシテ家族の影響力は、アステカ人がオアハカに植民し、彼らの神殿を、現在のセロイコールデルフォールティの、カルメンイ,イコールアルト教会の位置に築いてその周囲に、住み着くと変化が起こってくる。オアハカの名称の由来は、ナワトル語のワーシャカクハックスバサックであり、これは、赤い鞘をつける木のある場所という意味であり、このアカシアの一種である木が、 オアハカの盆地周囲にたくさん生えていることから名付けられた。スペイン人がその後一世紀足らずでオアハカに来るとハックスバサックはオアハカと呼ばれるようになり、これが州都の名前と州の名前になった。1521年にセグライコールデイコールライコールフロンテラ語にヌエバイコール案としてスペインの植民地となったがカルロス一世の直霊によって、 アンイコールデイコールグアハカと改名されて、スペイン王直轄の都市となった。オアハカには、多くの民芸品があるが、色鮮やかな織物や黒粘土で製作された、小物などが知られる。また、メキシコで最も有名な指導者、ベニート・フアレスは、この州のサンパブロ・ゲラダオ村の出身である。ありがとうございます。